次に大河原雅子君、委員長。大河原君。立国者立憲民主党の大河原雅子でございます。お昼休みにかかるこの時間でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。まず、大臣、歯磨きは日に何度なさいますでしょう。どんな歯磨き剤を使って歯磨きは何度なさるかなと思いますけれども、どうでしょう。江藤国務大臣。朝と夜2回、歯磨きは何ていうのかちょっと忘れましたけど、はい、すみません。朝と朝夜2回、歯磨きをさせていただいてください。ありがとうございます。岡原雅子君。はい、虫歯予防ということが非常に大事になってきました。小さい時は本当に虫歯にならないようにと言って、甘いものを食べた後、ご飯の後をちゃんと磨きなさいと言われて、でまた年取ってきますと、8020、80歳の時に自分の歯が20本ある、このことが大事でございます。で、今ですね、フッ素による虫歯予防が盛んに言われております。それもですね、幼稚園、小さい時、幼稚園、保育園、小中学校などで集団で、フッ化物の応用というのは、使ってそれで予防するという、応用というそうですけれども、またそういう集団で、フッ素の入った水溶液で、口をゆすぐというか洗うという、洗口というそうですね。そして、あとは家庭でやはり普通の歯磨きをする。これも歯磨き剤がですね、高濃度のフッ素になってきています。ずいぶんフッ素をたくさん使うようになったんだなという素朴な疑問もございまして、そして先日5月の8日なんですが、 NHK の番組でガッテンという大変人気のある番組がございます。そこで、ガッテン虫歯リスクが激減、新歯磨き法というのが紹介されたんですね。びっくりしました。歯磨きを普通につけてですね、フッ素入りの歯磨き、それをゆすがないんですね。飲み込むんです、最終的には。ちょっと驚きました。それで私は5月の14日と6月の14日の2回にわたって、質問収書でこのフッ化物応用の問題点を質問させていただきました。しかし国からのご回答はですね、国のご回答ではフッ素で虫歯予防ができるという、確実な、これが安心な方法ですよというような、こうなんて言うんでしょうか、今世の中フッ素が多くなっているのにその根拠はどうなんだというところについては、十分な説明がなされたというふうに私には思いませんでしたので、重ねて今日ここで質問したいと思っております。で、この最終的に、歯磨き剤を、一緒に飲み込んでしまう新しい歯磨き法だというふうに紹介されたんですけれども、虫歯予防におけるフッ素の有効性というのはどのように捉えておられるんでしょうか。フッ化物による虫歯予防で最も、安全な有効な方法というのは水道水にフッ素を添加するというふうに言われる方もおられます。そしてそれを実際やろうとしている方たちもおられますし、これが実はフッ素化、先進国のアメリカではこの歯のフッ素症というのが激増しておりまして、8月にはアメリカの小児学会の雑誌で、発表されておりますけど、実はその影響として例えば IQ が下がるとか他の副作用、そういったものも理由にされてきているんですね。で、水道水への転嫁ということでは、選べないわけですから、水道水で出てきちゃったら、ですから、これは人権侵害じゃないかというような市民や学者の声もありまして、環境保護庁 EPA は EPA を訴える裁判が始まっています。これまで2回の予備裁判がありまして、来年の2月には本裁判の予定と聞いております。諸外国ではですね、このフッ素症などによるさまざまな有害事象、
こういう研究や報告がされております。大臣、この情報をご存知でしょうか。国務大臣。ご指摘の NHK の番組等についてはですね、あるいはいろんな情報についてありますが、必ずしもこう定まったというような、ね、形のものがなくて、議論が、出ます。先ほどお話ございましたように、水道水にフッ素を若干混ぜているところは、虫歯の率が低いとかですね、私もこの問題歯医者さんにも聞いたことがございますけれども、いろいろ意見も分かれているようでございましてですね、そんな意味では、私は、消費者問題としてですね、このところで、お答えする立場にはありませんけれども、でも一応、虫歯予防には一定の役割を果たしているんじゃないかという具合にですね、使用の仕方についていろいろあるんでしょうけど、それは思っている次第でございます。そこまでしか、ありません。なお私は、今これ全部自分の歯でございますので、今後とも歯を大事にしてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。大河原雅子君。大臣、私もこういう科学の話とかですね、素人でございます。でも先ほど質疑がありましたけれども、消費者庁の役割、特に消費者問題を担当する大臣としての私は感性が問われるんだと思うんです。で、消費者じゃない人は一人もいませんので、そういう意味ではなんか危ないんじゃないって思うアンテナも私は備わっているのが大臣であってほしいなというふうに思います。で、往々にしてですね、プラスな情報っていうのは入ってくるんですが、なかなかマイナス情報というか、そういったものは入ってこないんですね。で、虫歯予防に使用されるフッ化ナトリウムっていうのは、口腔粘膜とか食道からはほとんど吸収されず、飲み込まれていくそうです。そして飲み込まれると胃酸と反応してフッ化水素が生成します。フッ化水素です。聞いたことありますよね。毒ですね。2019年5月24日の第68回口腔衛生学会では、フッ化物応用委員会のシンポジウムがございまして、これが、胃の中でフッ化水素の生成は確かに生成されると認めておられまして、胃の壁の細胞は中性なので、すぐにフッ化水素はなくなるというふうに発表されています。しかしそのフッ化水素は1000分の5秒という速さで胃の壁を通過し、全身をめぐり、さらに歯あるいは骨、そして脳に蓄積をするということも危険すべき報告ということがございました。特に、子どもたち、特にアレルギーがある子どもが増えている中で、フッ化ナトリウムで、フッ素線香、口を洗う線香をさせるということは、線香液の濃度の間違いとかですね、管理上の過失、それから線香が上手にできなくて、誤飲してしまう例ということも多いものですから、このフッ化水素に関する研究はフッ化物応用の有用性、これが仮にあるとした場合でもですね、リスクの大きさというものをちゃんと示しているんじゃないかと考えております。この研究報告について厚生労働省は承知しておられるでしょうか。また、保育園や教育機関でのフッ化物集団応用にこの事実というか、こういったことがあることを周知しているのかどうか、そしてまたフッ化ナトリウムとフッ化水素の有害性についての見解を、厚生労働省から伺いたいと思います。厚生労働省佐古井大臣官房審議官。ご答弁申し上げます。虫歯予防のためのフッ化物応用につきましては、さまざまな意見があることは承知をいたしておりますけれども、WHO のほか日本歯科医学会など国内外の関係学会など多くの関係機関の見解から、その有効性と安全性を含めまして、
公衆衛生の観点から優れた方法であるというふうに認識をいたしております。こうした中で、まあ、一部にフッ化ナトリウムが悪影響を与えるという報告があることも承知をいたしておりますけれども、平成15年1月14日付で、厚生労働省、衛生局長、それから健康局長を通知として、まあ、お示しをいたしております。フッ化物選考ガイドラインについて、まあ、こういったことを参考にして行っていただいております。フッ化物選考につきましては、まあ、高い汚職予防効果がございまして安全性が確保されているものというふうに考えております。なおこのガイドラインにおきましては、フッ化物選考を実施する場合には本人あるいは保護者に対して具体的な方法、それから期待される効果、安全性について十分に説明をした後で同意を得て行うというふうにされておりまして、適切な情報提供を行いまして同意を得た上で実施されているものと考えております。今後とも情報収集等に努めまして関係機関と連携をしながら適切にフッ化物選考等が実施されるように対応してまいりたいというふうに考えております。大河原雅子君。はい、まあ、あのフッ素をめぐる、まあ、フッ素を、まあ、重症化予防に利用しようということについては、まあ、賛成あるいは危険がやっぱりたくさんあるんだというふうな論争というんでしょうかね、意見が、ずっと続いてきてるんですね。ずっと続いてきてる。で、多くの方たちに埋め込まれたのは、まあ、大丈夫じゃないのと。で、そこの根拠がですね、大丈夫だっていう根拠がやっぱりきちんと今ご答弁いただいて有効な方法だというふうにおっしゃいましたけれども、データを伴って示されていないんです。で、そのことはまたきちんとやっていただきたいと思いますけれども、まあ、フッ素っていうのは、まあ、栄養素ではないので積極的に取り込んでいく、フッ素欠乏症とかあるわけじゃないわけですね。ですから、まあ、どっちかだかといえば、取らなくてもいい、それをわざわざ虫歯の予防のために作る。で、虫歯って私たち昔の考えでいうと、まあ、ミュータンス菌とかいう話じゃなかったんで、歯を強くすれば虫歯にならないって言われてたんですけど、だからこのフッ素を塗るのも、まあ、エナメル質がカバーされるでしょうという論理、今も歯磨き粉の、まあ、宣伝文句にはそういうことが書いてある。でもエナメル質って本当に薄い部分で、まあ、それが強くがっしりしていくわけじゃないんですね。だから科学的にしっかり現在の、知見をきちんと集めて、まあ、対応していってほしいというのが一つございます。それで、内閣府食品安全委員会では、飲み物の基準の中にですね、0.05ppm という基準を作られておりますけど、これはどういうふうに作って何を根拠にしているんでしょうか。内閣府小川食品安全委員会事務局長。お答え申し上げます。お尋ねのフッ素について食品安全委員会は厚生労働大臣より清涼飲料水中のフッ素の規格基準改正に係る食品健康影響評価の要請を受け、平成24年12月に人が一生涯にわたって毎日摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される1日あたりの摂取量である対応1日摂取量を 0.05mg/kg 体重パー日と設定し、厚生労働省に答申しております。その設定根拠でございますが、米国での12歳から14歳の子ども5800人を対象とした疫学調査に基づいて、影響が観察されなかった飲料水中の濃度である 1ppm を根拠といたしまして、子どもの体重を20キロ、1日の 飲料をですね、1リットルと想定いたしまして、0.05 という計算をしているところでございます。大河原雅子君。まあ、家庭で使う歯磨き剤、フッ素入りの歯磨き剤というのは、その濃度の基準が変わりました。2017年に 1000ppm から 1500ppm へ新たな基準になっている、上限になっているわけですけど、これ、臨床試験なしに許可されたというふうに聞いています。どのような基準で許可をしたのか、1500ppm というのは高濃度ですけれども、
最近ではそのできるだけフッ素を口の中に残そうとして、さっき の, あの合点ではありませんけれども、うがいを少なくするというような指導もされているようです。フッ素の取りすぎになる危険があるんじゃないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。厚生労働省森大臣官房審議官。はい、お答えいたします。医薬部外品で、ある薬用歯磨き類というのは、これは承認に対して基準を設けておりまして、フッ素につきましては、まあ、1000ppm を配合というのが従来の基準で、あったわけでございますが、1500ppm を配合した歯磨きというのが、まあ、その基準を超えるということで、まあ、これにつきましては企業から の, その申請に基づきまして、科学的な審査を行いまして、平成29年1月に薬事食品衛生審議会の化粧品医薬部外品部会に報告の上承認をしております。でこの際、フッ素の有効性につきましては、まあ、すでに高濃度で使用されている、欧米での状況、あるいはすで、に公表されております WHO の技術レポートによりますと、複数の人での使用試験評価というのが行われておりまして、まあ、これに基づきましてフッ素として 1000ppm を配合した歯磨き剤と比べて 1500ppm を配合した歯磨き剤でより高い虫歯予防効果が得られているということを確認してございます。また安全性につきましては、フッ素として 1500ppm を配合した歯磨き剤を使用した場合の歯のフッ素症等の発生リスクというのを評価しておりまして、ただ6歳未満のお子様の場合はですね、歯のフッ素症発生のリスクを考慮いたしまして、使用しないということにしまして、承認をしてございます。大川原雅子君。はい、配布しております資料の2をご覧いただきたいと思いますけど、まあ、基準策定、今ですね、その注意書きというものも、資料の1に日本の歯磨き見ていただけると分かります。高濃度フッ素処方、これでフッ素は虫歯予防に有効な成分です。もうきっぱり言い切っちゃってるんですけれど、 1450ppm 高濃度ですというふうになっていて、フッ素がとどまる、口の中に残ってる、そういうふうに、まあ、作られもし、そして、まあ、そのような形で使ってくださいということも言っています。で、確かに6歳未満の使用は控え、子どもの年、手の届かないところに保管と書いてあった、いつもの通りに読んでしまうんですが、この資料の 2を見ていただくと、例えばアメリカは、非常にここのところも、6歳未満の子どものがありますが、太字で目立たせるとかね、注意事項が詳しく書いてあるんですね。なので、その未満、6歳未満の子どもには適切なブラッシングとすすぎの習慣を教育すること、それも書いてあるんです。だから先に歯磨き粉を使うというよりは、ブラッシング適切に12歳未満の子どもにはこうした習慣をつけさせるということが、まあ、はっきり書いてあります。どちらかというと、日本はその、乳歯が生えてきた子どもたちにもフッ素の塗布をするというようなこともあって、ちょっと使いすぎてやっぱり摂取量が多くなっちゃうんじゃないか、自己管理したい人たちのためには表示の徹底というものをメーカーにも求めていかなければならないというふうに思います。その点ではどうでしょうか。短めにお願いします。森大臣官房審議官。お答えいたします。委員ご指摘のとおり、現在、1000ppm を超えるフッ素を含有する歯磨き剤につきましては、承認際して、歯のフッ素症に対する懸念から、6歳未満に対しては使用しないということにしておりまして、でこの製品の容器にも、その旨、フッ素の配合濃度を表示する、ようにして、おりますが、またこの取り扱いにつきましてはですね、平成29年3月17日に、都道府県の衛生主管部局長宛てで、通知として、この取り扱いを示してございます。で、まあ、このような
状況で、フッ素の過剰摂取に関する表示について、注意喚起をしているところではございますが、さらに丁寧な、その注意喚起をするということにつきましては、関係するその専門家の方々にもご意見を伺いながら、引き続き検討していきたいというふうに考えてございます。岡原雅子君。私はですね、これ基準を作るその、例えばフッ素の塗布であるとか、フッ素線香いう基準を持っていますよね。だけれども、食品からも取るわけで、さっきの飲料水もそうですけど、平均的な1日のトータルのもの基準というのは、総合的な総額総摂取基準というものを私はやっぱり考えておいた方がいいんじゃないかというふうに思っております。それで、2011年にできた歯科口腔衛生法によって、これをもとにしてですね、各自治体が、歯科口腔条例というのを作っております。これがないのは東京都と大阪府と、福井県ということですけれども、学校の集団フッ素専攻とかですね、さまざまなことが、ありますけれども、ガイドラインはあるにしても、インフォームドコンセントをやるにしても、そこに対して、反対運動も行われておりますし、もろ手を挙げて、このフッ素を推進していこうという機運は、国には地元というか地域にはないということもご承知おきいただきたいというふうに思いますけれども、国はこういったことをご存知でしょうか。佐古井大臣官房審議官。ご答弁申し上げます。先ほどのご答弁でも触れさせていただきましたけれども、この復活物の選考の集団運営につきまして、その有効性、あるいは安全性につきましては、さまざまなご意見があることは承知をいたしておりますけれども、虫歯予防のための復活物応用につきましては、WHO のほか、さまざまな関係学会を含め、多くの関係機関の見解から、その有効性、安全性を含め、公衆衛生学的に優れた方法であると認識をいたしておりまして、今後とも復活物選考の適切な実施を含めまして、歯科疾患の予防対策に取り組んでまいりたいというふうに考えております。岡原雅子君。フッ素入り歯磨き剤でさえですね、過剰摂取によってアメリカでは、死亡事故もありましたし、中毒というのはすごい件数あるんですね。ですから、やはりそれぞれの方たちの自己責任と言われればそうですけれども、十分なプラスマイナス十分な情報をしっかりと、手渡すと、関係者揃ってですね、そういう思考を持つということが大事だと思います。で、時間がなくなってきたので、最後にですね、大臣、新しい公害、があるんですけど、ご存知でしょうか。香りの害です。資料の3をご覧いただきたいと思いますが、これは柔軟剤とかですね、さまざまな香り、化学物質過敏症を発症する方たちが、特にこの柔軟剤、洗剤に入っているもの、さまざまなところから被害が及んでいます。で、このポスターですけれども、当事者である小学生の文章です。で、学校にもう行けなくなっちゃってるんですね。勉強が続けられなくなる。で、この香りの口外についてはまだ因果関係がわからないからということで、厚労省も経済産業省も環境省も文科省も、そしてそれを中心となる消費者庁もですもんね、連携してことに当たっていただきたい。被害というふうにいつか呼ばれる、それをきちんと受け止めてうる役所にならないと、消費者庁は司令塔にも、またその中心にも、なれないというふうに思っています。消費者庁は、今日もう時間がないので申し上げますが、関係会議というのを始めておりますけれども、まだ外には向かって、なかなか広報もされておりません。大臣がここで足跡を残すとしたら、この新しい公害、これについて、受け止める相談窓口、そしてそれに対応する会議をしっかりと作ることだと思います。期待をいたします。意気込みがございますでしょうか。国務大臣。公害につきまして、家庭で使用される柔軟剤とか仕上げ剤ということで、そういう香料について頭痛、吐き気などの
症状が出ているということについて今認識をしているところでございますが、そういうものが消費生活センター等にも消費生活相談が寄せられているというわけでございますのでですね、この実態について国民生活センターからも情報提供を行ってまいりたいと思います。引き続きですね、関係省庁ともよく連携をして、相談情報の傾向等をしっかりと注視してまいりますし、そしてまたそういう中で、相談情報の傾向等を、見極めた上でですね、必要な事項があれば検討を行いたい、そして、適切にですね、関係省庁とも、事業者団体とも、ね、連携をして対処してまいりたいという具合に思っています。はい、よろしい。大原雅子君、はい、ありがとうございました。あの資料の4と5をご覧いただければ自治体が、動き始めて、苦しんでいる人たちを助けようというふうになっています。国の役割をしっかり果たしていただきたいとお願い申し上げまして質問終わります。ありがとうございました。この際暫時休憩いたします。本会議散会後直ちに委員会を再開いたします。はい。